次に串渕真理さん。以上。串渕さん。令和新選組、串渕真理でございます。今回の法案について、特に小笠原諸島について質問をいたします。私は2018年小笠原諸島返還50周年の夏に現地に行ってまいりました。8月15日の終戦記念日には小笠原諸島戦没者追悼式典にも参列させていただき、献花をしてまいりました。父島はもう暑さの和らぐ5時から、追悼式典が開会されるんですね。本土防衛の最前線として大激戦地の一つであった現地には、今も山の中に例えば昭和18年と刻まれた水筒や茶碗、あるいは防空壕など、戦争の傷跡がそのまま残っており、人々はそのような日常の中に現在も生きています。また島で最初にできた教会の牧師さんは偶然ですが私の大学の大先輩であり、残念ながら3年前に他界されてしまったんですけれども、お名前は小笠原愛作さん。無人島であったと言われる小笠原に1830年以降入植したポルトガル人の末裔5代目の方で、ゴンザレス・アイザックさんという祖先の名前を引き継がれ、アイザックさんというふうなお名前であるということをお聞きいたしました。もちろん日本国籍です。小笠原諸島はこうした西洋と我々東洋、そしてポリネシアという南洋、このような人々が交差する土地であったというわけです。小笠原諸島、この法律はですね、アメリカの占領期を経て島の振興開発を促進する、これが内容でありますけれども、このような歴史を背負ってこの島に生きる人々のための大切な法律であるということを、まず冒頭確認をさせていただきたいと思います。さて、まず小笠原諸島のこの10年間の人口増減率を見ますと、全国がマイナス 1.5%、 離島地域はマイナス 18.2% と大幅に減少しているのに比べて、小笠原諸島は逆にプラス 5.2% と増えているんですね。これは小笠原諸島振興開発特措法の一つの効果ではないか、そう思います。しかしもう少し期間を延ばして見てみますと、やや気になる点も見えてくるんです。一つはここ30年間世界遺産に登録された時期を除くと、うちに住む人よりも外に出ていく人の方が多い、つまり人口の社会減が続いているということです。反対に自然増はずっと続いて、これはいいことなんですが、しかしそのペースが平成20年くらいから明らかに落ちている、これは懸念材料ではあると考えます。さらに小笠原村の人口構成、これを年齢別に全国と比較してみました。パネル1をご覧ください。このパネル1の図からはですね、2つの大きな特徴が読み取れます。1つは10代後半から20代前半にかけて全国と比べて大きく落ち込むこと、これは高校卒業した後ほとんどが島外に出てしまう、他の離島とも同じ課題を抱えています。そしてもう1つの特徴は20代後半から40代、これは全国平均を逆に大きく上回っていることが分かります。理由の1つに、失礼しました。小笠原諸島は若い人が少ないのではないんですね。その反対に子供を産み育てる世代の人は全国平均よりもかなり多い比率になっている。ではなぜ自然増が減りつつあるのか。理由の一つが、小笠原では出産ができないことがあるのではないかと考えます。島では2002年以降出産ができません。1年で20人くらいいる妊婦さんは全員が内地で出産するのですが、船の関係で妊娠8ヶ月で離島、出産後もしばらくはそこにとどまらなければいけないそうです。事実、島で暮らすことの魅力と難点を挙げてもらった具体的なアンケートでも、若い夫婦世代から子供を産めないという声が多数ありました。また全世代共通の課題として医療に不安があるという声もあるんです。パネル2をご覧ください。小笠原に住み続けられなくなる事情について約2000人に聞いた村民調査の結果です。参加に限りませんが、医療介護福祉への不安、島に住み続けられない理由として、これが圧倒的に多いんです。
このことが島からの転出が続き、自然増が鈍っている大きな原因ではないでしょうか。さらにパネル3を示します。望ましい村の人口規模について、これを見てみますと私もちょっと驚いたんですけれども、村の人々はですね、これ以上人口は増えなくていいという声の方が圧倒的に多いことが分かります。この法案には期待していますが、しかしこの30年間移り住む人よりも外に出ていく人の方が多いという状況を逆転させるのはなかなか難しい。何より小笠原の人々はそれを望んでいないということを考えますと、今回の法改正で定住に加えて新たに移住に期待するよりも、周産期を含む村の医療をもっと充実させて自然増をもう一度増やしていく、そのような流れを作ることの方が重要であると考えます。国交大臣にお伺いいたします。小笠原で出産ができなくなっている現状についてどのような認識をお持ちでしょうか。そして今回の法案で妊婦さんの支援はどうなっていくのかお聞かせください。委員長。斉藤国土交通大臣。まず現状でございますけれども、小笠原諸島では産科医師の確保、分娩体制の問題などにより島内では出産できない状況になっており、また本土で出産する際には妊婦にかかる定期船乗船の制限があるため、妊娠8ヶ月の時点で島を離れ本土で出産準備を行う必要があると聞いております。このため小笠原村が出産支援金の支給や長期の宿泊滞在が可能な病院の紹介などの支援を行っております。そしてそれに対しての対応ではまだよろしいですね。はい、はい、以上。串口真理さん。はい、現状についての取り組み、お答えいただきありがとうございます。しかしまだまだ足りないということと、やはりまだもっともっと危機感が私は必要であると思います。そしてもう一点ご指摘したいのは、審議会、これ報告書を見ますとですね、例えば交通情報通信の基盤整備であるとか DX の推進などは大きな項目で長々と書かれているんですが、実は医療や福祉や子育てだいぶ見劣りするんです。それなぜなのか、ちょっと先にさらに調べてみますと、実は審議会のメンバーにこのような専門家が一人も実はおりません。奄美も同じ状況です。ぜひ大臣、この小笠原の振興開発を考える審議会のメンバーに、このような専門家、医療、福祉、子育ての専門家を入れていただきたい。そして、村の人々が医療や福祉を一番の課題としているのに、村の将来を決める審議会に専門家がいないのはやはりおかしいと思うんです。これ指示を出していただきたいんですね。そして先ほどお話ありました厚労省との連携です。ぜひそこをさらに強化するということをお約束いただきたいですが、いかがでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、確かにこの審議会の中に医療、出産 にお詳しい、お詳しいというか、そう専門にされる方はいらっしゃらないのは確かでございますけれども、例えば令和5年4月に実施した審議会におきましては、委員より小笠原村における医療出産面における本土との格差に関するご指摘が委員の中からございました。そしてそれを受けまして、この審議会において昨年7月に取りまとめられた意見具申には、保健医療提供体制の確保を図るほか、島内で出産ができないことを踏まえた妊産婦への支援が引き続き必要であることや、デジタル技術を活用した遠隔診療の推進がこの盛り込まれているところでございます。今後小笠原諸島の振興開発に関する基本方針を策定するにあたっては、審議会において医療出産面におけるこうした課題についても一層ご議論いただくようにしっかりとしていきたいと、このように思っております。委員長。串口真理さん。はい、村の人々の一番の課題ということに、もっともっと、寄り添っていただき、ぜひ強化をいただきたいと思います。定住や移住の促進を今回の法案で目指すならばですね、それはこの島に生きる人々の安全と安心があってこそです。でなければ移住を考える人もそれを決断できないと思うんですね。小笠原の、ボニンブルーと言われる真っ青な海は世界一です。私もダイバーでもありますので、何度も、海に潜り、イルカの群れや大きな回遊魚に、遭遇をしてまいりました。また森では固有種の植物や生物多様性の豊かさも肌で実感してまいりました。それらの世界遺産を守り、持続可能な地域振興を図るには、まずはこの島に生きる人々の安全と安心、それが最優先であるということを重ねて申し上げ、私の質問といたします。終わります。